さあ、アリアで高速道路です。今ちなみに吹き流しは真横に流れております。今これアクアラインの上なんですけれども、高速道路です。 10m 横風吹いております。まあその中を、お、もうこれハンズオフで可能です。はい、ブルーになってますので、ちょっとこの状態黙ります。静粛性確認。はい、屋根閉めますか。あの内蓋閉めるだけでも静かになるので。あれ、なんでハンドルを握ってくださいと出たのか。はい、これで今閉めてる時最大限静粛性が高い状態ですね。さあ、結構横風もある中で、まあどんな感じの音に感じますかね。僕個人としてはかなりいいと思います。まだ高速道路で NX 乗ってないので、どういうバランスかは分かんないですけれども、かなり高い、うん、静粛性としては。しかも今こういうつなぎ目がないんですよ、アクアラインで。実は滑らか路面、うねり系めちゃくちゃ強いんですよ、この車。なので嫌なところが今全然出てない。あ、つなぎ目出てきちゃった。陸地が近づくと出てくるんですよね。そう、つなぎ目が出てくるとゴトン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 言い出します。これもうしょうがない、うん、だからここがちょっと気になるところです。でもね、やっぱりあともう一つは運転支援が、やっぱりこの状態でもう任せっきりで走れるっていうのが一ついいところと、状況によってはハンズオフができるっていうのも大きな大きな魅力かと思います。今セルフドライブに切り替えました。あと、あ、そうだ、もう一回ね、運転支援ちょっと使おう。これ伝えたい。ちょっと待ってください。 ETC ゲート通過したら行きましょうか。さあ、同時にちょっと加速も試しちゃおう。スポーツモードでーす。いきまーす。30キロ、3、2、1、 GO。 お、強い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 。これはね、本当あのこの加速力は肉で、この加速力でもう十分です。別に加速力だけを求めて四輪駆動っていう感触は全然起きないと思いますね。これはね、 NX よりも、うん、なんか強い感触するな。どうだろうな。ちょっと NX 後で高速乗った時にこれをベースに比較していきますので、そちらを後で、うん、単体で乗る限りで言うと四輪駆動で、要はめちゃくちゃ力強い加速力を手にしなくてもこれで十分かなとは思います。ハンドリングも悪くないし、うん、安定してるし、結構印象、うん、好感触でございます。ちなみに今運転支援使っております。で、ここがやっぱいいですよ、この足元。足元、この足元が、なんだろう、別に運転していて使わないじゃないですか。使わないんですけど、なんかね、なんて言うんだろう、これ前後に何センチだっけな、20何センチかなんか、これ前後スライドできるんですけど、もうガバッと足開いてるじゃないですか。僕のペダル操作全部これでわかるじゃないですか。皆さんのところが多分足元も映ってないかもしれないけども、映ってると思います。で、別にこんな運転する人いないと思うんですけど、なんかね、ここが広いとすごいゆったり感がある。居住性の上で開放感があるんですよ。だから見た目の開放感は視覚的に決まるじゃないですか。なんかね、この座ってる時に別に使わないんだけども、ここが開けてるだけでなんかね、すごいゆったりできる。これがね、結構長距離での快適性とかにはかなり響きそうで、もちろん適度なところに肘置きをこういうに持ってくるっていう意味でもいいと思いますし、うん、これ結構強いんじゃないですかね。 NX どうだろうな。あとはもう電動ドライブのもう絶対的なるこの振動の少なさとかしっとり感とか、そのあたりが NX でどうかっていうあたりですよね。 NX も PHEV なので、今回はあの 450H なので、まあそこら辺ちょっと高速道路対決でいきましょう。そうだ、ちょっとレンチェンジだけ、そう忘れてました、レンチェンジだけは試しておこう。はい、レンチェンジしまーす。まあ何にも言うことないですよ。無駄な動きはないし、緩みもないし、もう低重心電気自動車の専用プラットフォームならではっていう感じのどっしりとした安定感と、うん、なんか素直に動く感じと、このね、上屋がグラッとする動きがないのが特徴なんですよ。だからこの辺り NX 多分ね、これは想像ですけど、 NX この特性だけで言うと多分勝てないと思います。めっちゃダイレクトですもん、うん、
レクトなんだけど過敏じゃないっていう、そういういつものまあ言い方になっちゃいますけども、これはねすごい運転しやすいですよ。単純な話で、もう別に NX だからアリアに勝てない云々じゃなくて、電気専用プラットフォームにガソリンプラットフォームは勝てないっていう、そういう話で捉えてもらうのがいいと思います。もうだからこれからどんどんそういう時代になってきますよ。もう電気専用プラットフォームが出てきた時に、真面目に作られた電気専用プラットフォームはもうガソリン車は太刀打ちできないので、こういうハンドリング面とか乗り味とかのとことん追い求めた世界で言った時に、もうその象徴的な今回比較かもしれないですよ。もう一つ改めてちょっと中間加速もやっておきましょう。さっきは低速からのスタートだったので80キロぐらいから今75キロぐらいです。 3,2,1,5 まあまあこれでもう100、もうだからまあ十分すぎるほど、やっぱ加速力はバッチリでございます。まあこのあたり後ほど NX と比べたいと思います。さあ市街地ちょっと想定した道で行きましょう。まあ完全なる市街地じゃないですけれども、ちょっと乗り心地とか路面環境とかいろいろここは詰まっているので、まあなので僕がカートップでもよく使っている、まあテストコースというか、まあテストコースで言っちゃいけないですね。はい。で、あのウインカーの音とかすごい滑らかなのももちろんすごく、まずはね感じてるところ、どんどん感じた要素だけをまず言ってきますよ。なんかいいなって思う要素で、低速になってきた時にやっぱね、これ単独主導でも思ってましたけれども、やっぱり後ろのちょっと落ち着きが少ない、少し後ろ硬い感じなんですよ。なので可能であれば後ろにもうちょっと負荷をかけたい、重さをかけたい、そんな印象なんですよ。で、いつもカートップでも燃費テストするときとか、ここにちょっと一時停止させていただいて、その時の速度コントロールとか、そういうのも確認しております。速度調整とかしやすいですね。じゃあもうこのまますぐスタート。おー。要はホールドからの解除もすごい滑らかで、速度コントロールもしやすいですね。そのあたりもいいところ。結構ね、これから先ホールド機能は結構日本車とかが真っ先に入れてて、ヨーロッパ車とかはそんなにホールド機能とかを重視してるわけではないですけれども、日本メーカーの車が一番ホールド機能はなんか重視してますかね。やっぱ一番なんか贅沢を求めるの日本人だろうみたいな、そんなような感触もありますけど、そこからの解除の特性って結構ね違うんですよ。ちょっともう一回だけやってみようかな。はい、ここで止まるときに、しかもワンペダルドライブ、 E ペダルやってみよう。はい、 E ペダルにするとどんどん減速がスマートでーす。で、最後の停止は自分でやんないといけないです。ここはねやっぱめんどくさいですね。で、ここでホールドがかかるじゃないですか。こっからの解除、アクセル踏みます。ほら、超滑らか、超絶滑らかですよ。これがねやっぱいいところ。まずはで、そこからの速度コントロールとかも、これはね、もう EV にガソリンはかなわないですよ、ガソリン車は。そう思いますね。こんなに滑らかにじわっと動き出せるって言った時に、動いてるものが少ないんですもん。要はガソリン車の場合にはどうやったってトランスミッション CVT を使っていたって CVT のトランスミッションが入るじゃないですか。この車両の場合、それで言うとモーター、まあ簡単な話ファイナルギアでタイヤが回ってるんですよ。通常のガソリン車とかで言ったらガソリンエンジン、トランスミッション、ファイナルギアがあって、でタイヤが回ってるんですよ。介入要素が一つあるないだけで全然車は違いますよ、動きの滑らかさ。ほら、超滑らかでしょ。もうこの動き出しがあるだけで、僕はね、この車超欲しくなる。こんなに滑らかに動き出すのは、結構世の中探した時にも、電気自動車でも意外とカタッて動き出すのもあります。これブレーキの解除の仕方、アクチュエーターとの、要は、あの、連動のさせ方とかにもよるので、これセンスなので、センスって言ったらいいのか、ハード的な要素プラス味付けのセンス。だから、大事にそこをして、ちゃんと開発してるかどうかの、この、なんて言うんでしょう、思想の部分が結構関わるので。いやー、やっぱね、低速に来るといいな。リアのコツコツ感が、結構影を潜めてくれる。ゆっくりとした速度。でも速度を出してった時のだんだん荒れた路面になると、リアのコツコツとかが気になり出すっていうのはあります。でも静粛性全般高いですよ。まあまずはでもね、この今漂ってる
なんかこのね、上質な落ち着き感のある世界の中にたまになんか突然子供がキャピキャピとはしゃぎ出すようなリアの動き、これがやっぱね、ちょっと僕は違和感なんですけど、違和感っていうか嫌なとこなんですけど、やっぱね、ちょっとピッチングの動きもあるんですよね。やっぱり僕は思うな、アリアはね、四輪駆動ベースでこれ開発されてるような感触があるな。もしくは結構そういうピッチングとかフラットライドのところでアリアはなんか苦しいんですよ。なぜ苦しむのかがわかんないんですけど、EV 専用のプラットフォームでなんで苦しむのか、なんかね、妙に動くんですよ。もうちょっと動かないでも、できると思うんですけどね。さあ、ちょっと市街地を想定してですね、この先少し狭いんですよ。なので、意外とね、この見切りのところとか、このガードレールのとことかね、まあその感じがわかるので、ああ、なるほど。まあガードレールかなりぶつかった後もあって汚いんですけど、で、しかもね、ちょっとこの途半とかもね、ここ意外とあんま知られたくないですけど、意外と坂もあって、ちなみに EV ってここでどうなんだろう、下がるの？あ、やっぱちょっとは下がるのか。ブレーキを踏むとホールドがかかる？ブレーキ踏むとホールドがかかって、坂からの動き出しも、まあ超滑らか滑らか。これ傾斜で言うとかなりありますね。これ角度で言っても。まあ見切り性能は抜群にいいっていうものではないかなという。まあ覗き込めば、まあ十分ではあるんですけれども、ああ、でもそういった意味ではフロントはやっぱエンジンがない分、ちょっとボンネットは低めにセットアップされてるような感触があり、それで言うと悪くはないかな。でもね、ここがちょっと太いですね。ここが太いから、それがちょっと気になるところ。結構狭い道走ってますけど、やっぱね、まあちょっと覗き込むような形にはなりますけど、端の方を掴みやすいですね。意外とオーバーハングも少ないような感触なので、いいんじゃないでしょうかね。まあこのあたりはちょっと後ほど NX と比較してみたいと思います。まあ単独だともう絶対評価になっちゃうので、まあなので今回比較という形でやってますので、下り坂ももう無駄にこちらの EV の特性を使って、要は回生ブレーキのこの E ペダルの特性を使って、あげて、まあ楽に下れます。まあ便利ですよ。さあ乗り換えましょう。さあ街中を想定したちょっとドライブですね、行きましょう。 NX になります。やっぱハイブリッドモードだと、まあアリアと比べるとって話ですけど、ハイブリッドモードでやっぱエンジンかかった瞬間に、まあちょっとうるさいっていうほどじゃないですけど、やっぱちょっと気になるところはありますね。で、ブレーキのタッチとかは、決して悪くない、悪くない、悪くない。で、こっからっすよ。こっから、再スタート。ホールドを使った再スタート。ほら、ちょっとね、やっぱレクサスここ鍛え上げないとダメな気がするなぁ。まあ僕 LC でもやっぱ自分でホールドボタン使ってないんですね。もうカックンカックンなんですよ。解除された時にクンって動くので、もうこのクンって動くので、もう小さいムチ打ちするようなね、クンって動いちゃうんで首が、なら使わないんですけど、ちょっともう一回止まる時はね、止まる時もね、もうちょっとスマートにスッと止まってもらいたいな。なんか最後動力がクンって切れるようなね、このほんと最後の最後なんですよ。このほんと最後の微妙なところを、まあ、僕の直感的な発想で言うと、トヨタブランドでそこを仕上げなくてもいいかもしれないですけど、レクサスブランドはそこを仕上げないといけないと思います。で、こっからの動き出しも、トヨタブランドはこれでいいかもしれないです。でもレクサスブランドは、この動きがあっちゃいけないんだな。だから、なんとなくその解除した時に、なんかもうスッとブレーキは離れて自然と動き出しますの、やっぱアリアのあのぐらいの世界に来ないといけない気がするな。だから今のところ、アリア。だからエンジン振動もしてるし、フロアにも振動はあるし、乗り心地で言うと、でもちょっとリアがプルついてるかな。でもあれ路面が荒れてのが来なかったら分かんないかな、これは。ちょっと EV にしよう。 EV の方が絶対これ
印象がいいですよ。はい。EV モードにしました。PHV です。バッテリーはかなりあります。今、1,2,3,4,5,6,7,8 セグの中での6セグあるので、もう十分でございます。ああ、なるほど。低速で走ると今度タイヤのコツコツ系だ。タイヤ硬いんですよ、これ。ああ、タイヤだ。何のこと言ってるかって、後でワインディングが先かちょっとそれわかんないんですけど、ワインディングの時にものすごいプルプル振動出てたんですよ。で、このプルプル振動なんでこれ出るんだろうって思ったんですけど、そうだ、これランフラットだからだ。ランフラットを履きこなそうっていうのもこれ一つの足かせになっちゃってるんですね。だからですね、だからこれ低速で走ってても、本来であれば低速で走るとタイヤが要は吸収するはずの入力までこれ入ってきてる印象なんですよ。それで今僕は気づいたんですけれども、でしかもこれアリア19インチ、こっち20インチなので、こっちの方がタイヤのエアボリュームも少ない上に、でランフラットでサイドボールもちょっと厚くなってるので、ブレーキのもな、ハイブリッドモードとかで走り出したりとか、それよりかは、EV モードでの、ホールドからの解除の方が全然スマートはスマートですけど、まあでも、ブレーキのクッっていうね、この戻し、話がこれがラフなので、ここだな、ここ。今だからこの環境だけで言うと、何にも気を使わず選ばず発言をすれば両方乗せられて、どっちゴミちゃん好きなのって迷うことなんかありやですっていうぐらい違います。 PHEV の魅力はガソリンでも走れて、で EV としてのちょっと特性まで持っていてって、これ魅力じゃないですか。じゃあ EV いらないんじゃないのとは絶対ならないです。単純な話で、やっぱ EV じゃないと出ないことはあります。領域があります。プラットフォームの能力があります。今これは EV としても走れるし、ガソリン車としても走れる、要はハイブリッドとしても走れるっていう、これを要は合わせ持った、まあ重量級にもなりますし、要は贅沢な仕様にしてる分だけ、まあ言った通り重くなるし、性能負担も高くなるし、それ相応な乗り味の部分でちょっと、なんだろうな、払うべき代償は払ってるっていう、そういう印象です今。今50キロ巡航です。50キロでやっぱりね、ちょっとプルプルしだす。30キロぐらいだとそこまで気にならないんですよ。30キロぐらいだとタイヤの方で、でもタイヤの今度コツコツ感が30キロぐらいだと出るからな。全般通してこの速度がいいっていうのは、今街中と、ワインディングを走ってる限りで言うと、めちゃくちゃズバンってハマるよねっていう速度領域がない。そんな感触、これこの速度領域僕得意なんですっていう主張は今車からは得られないです。でもこの速度領域が僕絶対苦手ですもうない。なんか僕これ 450H の時の立品でも同じこと言ってないですか。なんか今思い出してきた。なんか特徴がない究極の無難車みたいな、僕この車のこと言ってませんでしたっけ。そういう感触ですよ。めっちゃくちゃ速いし魅力的なんだけども、でも圧倒的なるね、これっていうものがなしで、全部をなんかうーんっていうところで持ってる。そういう感触。悪くないんだけどもっていう、そういう感触なんですよね。そうだ、ちょっと狭いところも行きましょう。で、止まる時も、おー、超丁寧に行った。今すっごい丁寧。このぐらい時間かければいいんだな。スタートする時もこのぐらい時間かければいい。アクセル踏みます、踏みます。コンマ1、コンマ2、コンマ3、コンマ4。うわー、カクンって行った。やっぱダメだな。動き出しはやっぱカクンっていくんだな。どうにかなんない？ああ、カクンっていくな。もっとね、デリケートにブレーキが離れて、デリケートにトルクが入っていくといいんですけど、今ね、ほんとこれ以上ないぐらいアクセル丁寧、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 こんな時間かけてる間にもう後ろがクラクション鳴らされてますよね。もうどんなにやっても丁寧には動かず、カクンとはなりますね。やっぱ動き出し。このあたりですね。アリアはすごかった。そのあたり、とってもとってもスマートでした。さあ、この先、ちょっと狭いところですね。先ほどアリアでも走ったところですけども、前の見切りは、やっぱね、なんかね、この前が、少し長い気がする。掴みやすいのは、
ありやかな、狭いところ。この端の見えやすさっていう意味で言ったら。で、僕今、サンルーフチルトにしてたの気づきました。結構静かってことか、そういうことは。やっぱ幅が広いな。で、やっぱりね、ちょっとダッシュボードも少し高いような印象があります。まあ、ここ狭い道なんですけど、その狭い道に大きい車で来るなって話ではありますけど、その時に大きい車がさらに大きくちょっと感じる。前方です。でもまあ、カメラ補助とかも入りますけどね。まあ、このあたりの特性まで踏まえて、やっぱどっち、やっぱありやかな、僕の中で言うと。そんな感触にはなります。まあ、あともう一つ言うと、アリアの時には、要はワンペダルドライブ、要は E ペダルがあったんですけど、まあそういう特性はこちらではないので、ちょっとそこがやっぱ欲しいところではありますかね。さあ、アリア、ワインディング行きましょう。スタート。ああ、なるほど。結構フロント主体で曲がる感じですね。後ろ、やっぱね、リアモーターが欲しい。これを乗ると、やっぱり。なんかね、フロントがグイ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 。で、ボディ剛性すっごい高いです。で、ボディ剛性高くて、フロントがグイ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 引っ張ってく感じがあって、リアももちろん遅れずについてくるんだけども、リアがね、やっぱちょっと軽いんですよ。少しね、リアが跳ねそうな動きをする。フロントは落ち着いてるのに。だからもっとリアを落ち着かせたいですね。これ、ちょっと待って、なんでこれリアがこれだけ今張ってるのか。張ってるっていうわけじゃないんだろうな、これ。サスペンション自身のフリクション系なのか、フリクションというか、まあ、ヒスの、要は、ゴムブッシュのヨレ具合のバネレートが高いのか、なんでリアがこんなに、まあ、全体的にちょっと軽いのかな、リアが。でもうちょっとリア、ほんとね、ドシッとさせたい印象なんですよ。でもまあ、気持ちよくは走れます。はい。すんごい気持ちよくは走れる。し、圧倒的に加速力はいいし、さあ、じゃあ、スポーツモード、行きましょう。3、2、1、5! ああ、そういうことかな。何かって、コーナリングパワーがかなり高いんですよ。だから、低重心じゃないですか。普通の車だとそんな速度で曲がれないよね。曲がったらタイヤ負けちゃうよねとかっていう速度で結構曲がれちゃう感じなんですよ。で、それを考えた時に、なんでしょう、タイヤも意外とグリップもしていて、で、低重心で、要は普通だったら耐えきれないところを耐えて曲がれていっちゃうんですよ。で、その曲がれていった時の要は高い横 G が出るじゃないですか。それだけ旋回能力が高い、旋回スピードが高いってことは、その高い時の旋回スピードに耐えるためにリアのサスペンションをが味付けされてるんですよ、今。だから結構今一瞬ちょっと追い込んだ時にすっげーいい後ろの動きになりました。でもその荷重をかけるまで後ろは結構張ってる。だからこれだと後ろがちょっと張ってる感じじゃなくて、もっとこのぐらいギューって追い込むと後ろがベタって張り付くような感触があるっていう、そういう感触ですよ。ここもこういう風にハンドル切ってる限り後ろがちょっとコツコツする。でももうワンテンポ奥に行ったところでちょっと加速してギューって曲がった時にすっげー後ろがいい動きで曲がり出すんですよ。これで言うと旋回能力が高いがあまりその基礎のところで柔らかくできないみたいな、そのジレンマだと思いますね。追い込んだ時の気持ちいい走りとか緊急回避性能まで含めた時に今ちょっとあの硬さになっちゃってるっていう。だからそのこの硬さを取ろうと思ったらもう電子制御サスペンション入れるしかないって話ですね。チャーシもしっかりしてて電波スピードも速いのでシャーシ自身がポンともう力が伝えちゃうので、だからそれでいうと電子制御サスペンションが必要なんだろうなっていう感触はちょっとプン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 しております。これ入れてほしいな。じゃあちょっと NX 乗り換えていきましょう。さあ今 NX 乗り換えました。もう思うがまま行きましょう、話しましょう。で今 EV モードで走っております。あ、やばい、ちょっと待って、やっぱこの状況で言うと早い。あ、でもやっぱプルプルあるな。すごいプルプルある。
このステージでもやっぱ消えないか。フラット感、プルプル感、これ LX でもあったんですよね、このプルプル、後ろ回りのプルプル。だから後ろ回りの、なんだろうこれ、これサスメンで揺れてんのかな。僕が結構いつもつけてる鈴が、カバンの中に入れてる鈴が鳴ってるぐらいなんで、これ慢性的にずーっと揺れてるんですよ。このなんとなく鈴の声っていうか、笛の音なんですけど、あれ。で、やっぱり腰高感ちょっとあります。あ、ブレーキタッチ欲しい。もうちょっと欲しい。突然聞く。さあ、じゃあちょっとスポーツにして、3、2、1、5。ああ、この環境だけで言うと、結構力強い。力強い、力強い。PHV でも、結構アリアと、同等クラスな、まあ、FF ですけどね、FF のアリアと、体感上で言うと同等クラスな加速の気持ちよさとかは、そういうのは得られます。だから、疑似的なその EV の、その世界は味わえます。でも、実際アリアと比べた時に、アリアはもっともっと低重心ですね。もっと路面に張り付くような感じがあります。この腰高感がないです。車体がちょっと高いような、この運転視点が高いっていうような感触の見た目も、あるんですけれども、やっぱね、車の動き自身が、車体、足、タイヤ、足に対して重心点がちょっと高いところにあって、ぐらつきやすいっていう、そういう感触です。ちょっと、よいしょ。やっぱね、ちょっと後ろだな、後ろ、もうちょいハードに。追い込むとやっぱいいな。こっちも追い込むといいんだな。さあ、じゃあちょっとハイブリッドモードにしました。これハイブリッドモードにした時に、この車は、もう、あ、速い速い。すげえ速い。あ、これもう全然アリアより速いです。うわ、速い。速い。速い速い。これは速い。この今スポーツの、バージョン L でこんなに走るの？これはね、かなりのスポーツ性。ちょっと待って、これでノーマルにする。スポーツノーマル。あー、電刺が入ってないんだ。だからか、やっぱこっちも一緒なんだな。やっぱり僕が今思うのは、すごいシンプルに言うと、思ってることそのまま言うと、まあそれしかないですけど、いつも僕の取り柄は。NX もアリアも電子制御ダンパーは入ってません。一つの足で全部を賄わないといかない、いけないです。で、それでもってこういうスポーツモードにした時の、このシャキッとした走りまで支えないといけないです。で、パワーとかトルク感だけで言ったら、エンジンの力までアドオンされた時にはこっちの NX の方が強いんですよ。で、それでいて重心点はこっちの方が高いんですよ。で、それで考えた時に、要はハードに攻め込んで走った時に支えないといけない領域で言うと、こっちの NX の方が上っていう話です。だから、それで言うと足ももっともっとこっちの方が頑張んないといけないんですよ。負荷が高いので。だから、やっぱりアリアの方が低重心なので、そういった意味では、なんて言うんだろう、支えないといけない基礎能力、要は、緊急回避能力とかも含めて、耐荷重特性で言うと、こちらの NX の方がたくさん受け持たないといけないから、基礎が硬くなってくる感じ。だからその分ちょっとプルプルするような感じ。だからアリアの方が全般的にやっぱ快適だな。しかし、速え。めちゃくちゃ速いっす、やっぱ。ちなみにちょっと高速乗る前にですね、まあこういう一般道でありがちな50キロ、60キロぐらい走ってて、ちょっとここ路面荒れてるんですね。そこを走ってる限り、ちょっとロードノイズは、やっぱこっちの方がタイヤがそもそも持ってる音っていうところで大きいですね。やっぱりアリアのスポンジタイヤの静粛性、あの効果は大きいんですね。それは感じるところです。さあ、高速道路を来ております。ちょっと運転支援も使っていっちゃいましょうか。もう最初から。はい。で、まあヘッドアップディスプレイの表示も、まあこの NX からとってもとっても見やすくなっております。で、今ちょっと僕黙ります。はい、これで静粛性確認してください。結構静かですよね。悪くないと思います。で、さらにこれ、はい、サンルーフ閉めましょう。サンルーフ閉めても、
開けても、この開放的なトンネルの中だったら天井からどん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 音入ってくるので別ですけど、通常のこの環境だと開けても閉めてもあんまり変わんないかもしれない。それ以上にやっぱタイヤが発生する音が大きいですね、今これ。アリア結構スポンジタイヤのスポンジが結構吸収してたんだなっていうのはわかります。これ今はもうタイヤがかなりの音を閉めております。風切り音とかそういう車系の音は結構おとなしく収められておりますね。で、高速道路に来た時に、さっきまでのこれ路面がすごいいいのもあるんですけど、高速道路ぐらいなアンジュレーションを含めたピッチ、要はこのアンジュレーションのこのピッチがあるじゃないですか。まあどのぐらいの距離の中でどういったうねりがあるのかとか、要はコト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 とかはピッチ、そういうコトコトしたピッチで刻まれてるじゃないですか。まあだからそういうので言うと、すっごい穏やかな滑らか路面系な、ちょっと穏やかなうねり路面系とかも含めて、そういう環境だと全然後ろのバタつきが出ない、ブルブル振動も出ない。やっぱあれ結構低速走行時とかでの突き上げとかの収束がだからあんまり良くないんですね、この車。そこなんだな。多分足が揺れちゃった時、入力された時のそっからの収まりが結構これ時間かかるんですよ。で、シャーシまで入ってシャーシ内でのブッシュも含めた上での収束が良くないんですよ。だからこんなに後ろがプルプルするんですね。今これプルプル全くないです。このコツンって入った後の収束、ここにちょっと時間がかかる印象です。で、運転支援としては、これ今ハンドル支援入ってるよね。これで入ったのか。さあ、これで入りました。ああ、そうですね。緑色に変わりました。ああ、そっかそっかそっか。もう全部の操作がヘッドアップディスプレイに出てるから、あれを見てくれって話か。そうかそうか。慣れないからね。ああ、車間距離調整もここで、ヘッドアップディスプレイに今、ここを操作すると車間距離ですよ。ここやるとキャンセルですよとか、そういうのがもう全部出ております。だからここに手をやるとその機能がヘッドアップディスプレイに出るような印象ですね。操作性ですね。結構ね、この NX、要はもう最新世代じゃないですか。この NX はこの周りから全部含めてもうガラッと変わったじゃないですか。で、このレベルのこの時の運転支援系になってくると、まあ、結構しっかりとセンタリングも入っております。これだったらいいんじゃないですかね。これだとね、白線の方に妙に寄ってったりとか、そういう動きもなしで、いけますね。抜群に支援力高いかって言われると、抜群に高いわけではないけども、僕が持ってる未来よりかはいいような印象。そうですね、やっぱり低速ですね。60キロ切ってくると、ちょっと後ろがパタパタというか、プルプルというか、ちょっと慢性的に、少し振動発生するようになり、で、それが高速領域80キロ以上とかになってくると消えるみたいな、そんな感触でございます、今のところ。で、なので、80キロ以上で走ってる環境で言うと、アリアと同等クラスの快適性は持っております。で、しかも EV モードで走っていたら、もう同じような環境です。で、そこで違うのはって言われたら、先ほども言った通り、やっぱタイヤの発生する音のレベルが違うよっていう。だからタイヤをもっともっと静かな、スポンジ付きの、例えば静かなものに変えたら、もしかしたら変わるかもしれないし、音だけで言ったらランフラットタイヤやめた方が変わると思いますけど、ランフラットタイヤも含めてこれで、なんて言うでしょう、タイヤの縦バネと足回りのバネが決まってるので、だからタイヤ変えらんないですもんね。いや、これだから悩ましいですね。だからちょっとまとめていきましょうか。街中で言うと僕もう圧倒的にアリアでした。はい。もうこれは迷うことないです。なぜか、もう振動とかの特性とか、スマートな走りであるとか、ホールドからのスタートであるとか、停止する時のスマートさとか、そういったところでもう全面的にアリアがなんかいいなっていう感触でした。ワインディングもやっぱアリアでしたね。ワインディング低重心な感じも含めてアリアだったなぁ。で、高速道路はって言われた時に、高速道路だけは意外とアリアよりもこっちとはならないですけど、いや、これはね、両者どっちもどっちじゃないのっていうぐらいな感触。でも
やっぱりアリアの運転支援でハンズオフがついてるじゃないですか。要はスカイラインかアリアかっていうぐらい、今ハンズオフ日産でできるのは唯一スカイラインかアリアだけなので、あのハンズオフがあるので高速道路も結果として総合能力で考えるとアリアかなっていう風になっちゃいますね。そういう印象です。この横風に対する強さであるとかはこっちですね。シャーシはこっちの方がいいかもしれない。アリア以上に。なんか横風対応はこっちですよ。あの今風速10メーターぐらい、行きの時と同じようにこれ吹いてるんですけど、横風が。でもこれね、横風の影響が不思議なほど受けないですね、これ。それはお見事、お見事。いやー、行きと同じ風が吹いてるとは思えないぐらいです。あの吹き流しの角度とかも変わってないので、風速計も変わってないので、そういった意味ではね、これお見事だと思います。この安定感、直進安定性。まあその直進安定性の高さはどこから来てるのって言われたら、一つは四輪駆動だと思いますね。後ろタイヤにもしっかり重さがかかってる、これ E4 なので、うん、リアタイヤがまっすぐ転がる力も使って直進安定性を出してるっていうのは言えると思います。アリアの肉と四輪駆動のこの NX を比べちゃってるので、しかも電子制御系の E4 と比べちゃってるので、本来だったらこの高速道路の直進安定性はそれだったら同じ価格帯で720万円になりますけど、 B6 アリア B6 のリミテッド、要は四輪駆動ですよね、そっちと比べてくれよっていう話になるかもしれないです。そういった意味で考えると、やっぱり同じ価格の四輪駆動同士、アリア対 NX で考えると、やっぱりアリアなのかもしれない。アリアは多分今感じてるぐらい、この NX で感じてるぐらいなどっしり感が四輪駆動だと同じように出るはずなので、もしかしたらそれを超えるかもしれないので、今 NX のこの四輪駆動が持ってる安定感と、二輪駆動の、要はフロント駆動のアリア B6 が持ってる安定感で言ったら、この NX450H の方が上ですっていう話です。アリアを超えております。でもアリアはこれから四輪駆動の安定感を研ぎ澄ました、四輪駆動も控えてるので、それが出てきた時にこれまた負けそうですねっていう、そういう感触があります。ちなみに価格で言うと、今アリアは B6 は500万円ちょっとですよね。550万円とか60万円ぐらいですよね。で四輪駆動になると720万円になるので、そう、それで言うとね、価格で言うと今アリアはやっぱ結構強いと思いますね、運転支援まで含めて考えると。うん、いや強い強い。まあだから最終的にどこまで行っても電気自動車は EV なので、充電しないといけないっていう、もう足かせのような面倒くささはずっとつきまとうんですよ。普段充電しなくても大丈夫っていう、だから使いこなせるって言ってる人たちも、もう稀に遠出しないといけないであるとか、そういうイレギュラーかもしれないし、旅行かもしれないし、そういった時に充電っていうものをどうしようかっていう、で普段使ってない人であればあるほど、普段そんな急速充電とか外部充電とかなんて全然気にしないよ俺はって言ってる人に限ってこそ、たまに外出た時の急速充電とか勝手が分かってないじゃないですか。だからこそより不便に感じたりもするので、だから何にせよね、電気自動車はやっぱりどこまで行っても不便なんですよ。でもその不便さを補うだけの、結構アリアにはいろんな付加価値があったかとは思います。逆に言うと NX で言うと、まあその充電っていうのをない中で EV の特徴をうまく要所要所で体感してもらい、それでいてガソリンでも走れて力強くも走れてっていう、そういう付加価値が持ってるっていう意味では、やっぱこの PHV は PHV で魅力的かと思います。そういった意味ではもう車で言うと、もうどっちがいいっていうところで言ったら、性能で言ったらアリアの方がいい、アリアの方がいいんですけれども、ベースとしては今この2台を比べた時に、うん、まず僕が一番お伝えしたいのは、いくら PHV で EV 特性が強いと言っても EV のようには走れないです、走らないです。そこはね、 EV のプラットフォーム、専用プラットフォームで仕上がった走りっていうのを、そんな簡単なものではないですね。舐めちゃあかんって話です。 PHV で叶うとか、 PHV の EV モードでそれに準ずるかというと全然準じないです。そこはね、 EV の凄さが出てると思います。でもやっぱ充電が必要なしで、 EV のなんとなくのその
特徴をうまいこと上積みだけはなんか取れるよみたいな形でこの PHV は魅力的かと思います。まあそういう観点でこれは選んでもらっていいのではないかなと思いますね。ということで、まあ今回はいろいろと比較させてもらいました。内外装で一本動画を作っております。でその上で高速道路、街中、ワインディングを走らせていただきました。まあ今後もまあこういう直接比較の動画としては企画としてやっていきたいと思いますので、この車とこの車なんかやってほしいとかそういうのありましたらどんどんお伝えいただければなと思います。月に2回ぐらいはこれやりたいなとも思いますので、ちょっと新しい試みとしてこれね、やっぱちょっとお金かかるんですよ。やっぱこういう2台を用意して、うちの今イーカラチーム全員フル動員してるんですよ今日も。実はまあ別に還元祭みたいに やるのも全然いいんですけれども、お金かかるからやめるなんていうことは絶対やんないです。それはないです。それは安心してください。でも、もし可能であれば、スポンサー募集します。この企画比較にのみ、なんかうちのオープニング、エンディング、途中とかに、コマーシャル入れませんか ?15 秒とか30秒とか。はい。まあそんなスポンサーさん、募集しております。この比較動画にのみ。なんかそういうご希望の、企業さんいましたら、どうぞメールなり連絡いただければと思います。はい。スポンサー募集でございます。このイーカラ比較企画のスポンサー募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ワンクールごとで行きましょうか。もうテレビのような形で、よろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、レクサスの NX450H プラスバージョン L と、アリアの、小さい方のバッテリーで、フロント駆動の B6、ベーシックなモデルですね、B6 での比較でした。ではでは、また次の動画でお会いできたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。イーカライフを。ちょっとこちら番外編として、比較っていうよりもちょっと改めてこういうトンネルの中でわかるアリアのちょっと魅力として、やっぱこういうね、光のやっぱりアンビエントライトの使い方が、このなんかね、格子状のなんかね、障子の向こうでなんか照明焚かれてるみたいな、なんか日本っぽいですよね。これかっこいいかっこいい。この足元もそうです。まあこういう車内の雰囲気とかはアリアの強さとして再認識させられますね。これ魅力です。